では続いて岡崎さんの注目ニュースですはサンフランシスコ連議のレポートという、はい、極めてマイナーなニュースを取り上げています。はい、というのはもうすでに、えー、お話がもうここまでのグロ,ーブルグローバルラップの中で出てきた ISM 統計であるとかあるいは失業保険統計であるとかあるいは雇用統計であるとか。 そういったものが出てきてちょっとずつアメリカの経済がスローダウンし始めているということはこれも報道されているとおりなので、はい、今さらここを、うんえー、よりこわ細かく見る必要もないかなと思うんですねそれよりもサンフランシスコ連銀のレポートがなぜここで大事かというと,、はい、えと私が考えるにアメリカの経済の問題点っていうのは、はい、これだけ金利上げたのになんでこんなに景気が強いんだっていうのがそそもそもの本質だと思う,んですもうこのところずっとおっしゃってますよね。 これ金利を上げれば普通は経済がもっと早くスローダウンして経済がスローダウンするえ名目成長が止まってえ一方では実質の成長も止まるんだけども一緒に物価も下がるはずのものがなかなか景気が下がってこないまあだからインフレが高止まりしているという形なんですけどもなんでアメリカの経済がこんなに強いのかというと大きく分けると2つぐらい理由があって1つはコロナの後現金給付をまあ山のように配って はい、でコロナの後の宴みたいなものが続いているという、えーまあ、この、えー、話ですね財政をばらまいたからこうなってるんだと自業自得的な話ですけどねこれが一つともう一個はいやいや移民が今すごく増えているとでこれはなかなかこの、えー、腰の強い経済になってるからという、はいまあ、この2つの要素があるんですね、えー、おそらく、まあ、この両方がそれぞれ独立してるんじゃなくて一緒に来て重なり合って 複合的に今のアメリカの景気の強さができていると思うんですがこれに対してその前半のところ、はいえー、コロナの後の宴なんですけども、うんえー、これについて面白いレポートをサンフランシスコ連銀が書きました、はい、実際にサンフランシスコ連銀のレポートをそのまま、えー、切り貼りしてきましたので2つほど見てください、えーはい、まず1つ目はこれです。えー、何を調べていいるかというと、う えっと、言葉としてはですね余剰貯蓄という言葉を使ってますエクセスエクセスなんだっけな、まあ、セービングとか言ったかななんかそういう言い方なんですけどね、えー、これをまずグラフとしてはですねこのまずパーソナルセービングという言葉がありますこれは個人の貯蓄なんですね、はいうん、個人の貯蓄金額がどう増えていったかというのを時系列で追ってます、はい、えっとビリオンですから1000億ドルぐらいあったんですねとこころがこれがれ えー、コロナのあと、えー、給付金が3度に割ったら出た出たので一時的に貯蓄がすごく増える格好ですすすねねドンドンドカカカンンン増増ええるるわけでで、えー、回ぐらい増えるんです、ね、ででそれに対してここの点々点はプレ・パンデミック・トレンドって、はいえー、これ当然経済が大きくなっていくとアメリカ全体の貯蓄額って増えていくはずなんですよね。うん、でそのトレンドというのを、えー、コロナの前の5年ぐらいで平均値を取っていると思うんですけどもそのスピードでいくとこれぐらいが 正しい水準だと<ー>この正しい水準に対して、はい、政府が、えー、現金を放り込んじゃったもんだから預貯金がこんなふうに増,え増えちゃったっていうわけです当然この増えたお金があるからやったあとばかりにお金を使うわけですね、うん、でお金を使うのででその後貯蓄額というのはこう,こう減っていく形になっていくというんですけどももともとのトレンドはこんなもんだと。はい、これあの毎月毎月というかマイクォーターマイクォーターの貯蓄額ということなんですけれどもで アキュムレーテッドエクセスセービングは、まあえー、これがあの振り込まれたお金で増えた分だとそれに対して、えー、エクセスセービングというのはこのトレンドからどんどん下回って落ちていったという絵なんですねでこの絵を使ってこの黒い方の面積と赤い方の面積を引き算してるんですよ、はいうん、それがこれですこれが彼らの言う余剰貯蓄エクセスセービング、はい 余ってるいつもよりもなんか銀行にいっぱいお金があるんだとうん、うん、時々私もそういう気持ちになることありますあこんなになったんだって使ってしまう時あると思うんですけど <laughs>、ええ、まあそんな感じです、まあ、それがあるのでこれがずっとこういつもよりもこんなにお金があるから、えー、2兆ドルもあったと。 だからこれ使おううぜというわけでですすここれが2021年の9月月をどんどん使っている、はい、これを使う力でアメリカの景気が強かった、えー、予想よりも強かったというのがまあ一つのファクターとしてサンフランシスコ連銀のレポートなんですが、はい、これが今年の3月についにマイナスになっちゃったと。あ<ら>というかここでこ,こでなんかもう、えー、なんだこれはってお金を全部一回使い切っちゃったという。 いかかかってマイナスであのの貯,貯蓄が赤字、はい、になったんじゃないですか、うん、そうじゃなくて今までのトレンドに戻ったというやつなんです、はいえー、こういう研究っていうのは今まで例を見たことがないので、うん、他に比較することがないんですが、えー、エコノミスト的には非常に興味があるテーマになりませんかい<や>非常に興味深いですし、うん、さらに言うと、まあ、冒頭でもお話ありましたけども ISM の非製造業がちょっと弱めの筋が出てきましたねと、うん、もしかしたらまさにこ,このタイミングでちょっとそれが関連している可能性もあるかなっていうところがやっぱちょっと裏付けになる可能性あると思います、うんうん、もしこういう家計を預かっていたとしたらちょっといろいろ使うのをやめようかな とともななななっっててるるだろうなとなってるはずなんです、はい、えー、それはあの「踊らないロストジェネレーション」っていうわのはのこれまた別の機会でありますけども、はい、冷静に考えればそうなんですけども、うん、しかし人間っていうのは感性の法則というか、うんはい、いあるような気がしちゃうんですよ。て<ー>いうか例えばこれ1か月2か月だったら分かるんですけども、はい、これ2020年ですから4年間ぐらい懐あったかったんですよ。うん、4年間の 消費体験というのがあると簡単には止まらないんですよ。はい、なるほどいつも言ってた外食を急にゼロにすることはできないしかも物価はどんどんん上がり続けてるじゃないですかですから生活を削るっていうのは、はい、まあ工場所得仮説なんていうのが昔あったんですけど、えー、生活を削るっていうあの節約するっていうのはできそうに見えてできるもんじゃない、うん、まあ日本人は得意かもしれないけど少なくともアメリカ人は苦手だっていう理屈があるんですが、はい、それの一つの象徴として私もですね、えー、この 彼らのサンフランシスコ連銀の、まあ、モデル計,計算方法を使ってちょっと計算してみたんですが、はい、それは何かっていうとクレジットカードです、はい、クレジットカードの計算も同じように、はい、コロナの前の2020年の2月までのトレンドを引いてですねうん、うん、毎月毎月のです、ね、残高の伸び方を一直線に伸ばすとこういう形になるんです。 決定されてで、ちゃんと返していくという額と、それとあとリボ払い、アメリカではものすごくあります、こちらと2つ分けて、通常払いのほう、えー、3.7兆ドルぐらいなんですけどもね、でこれで見てみると、なるほど、コロナの抑圧された生活の中では、通常よりもクレジットカードの増え方は減ってるんですけども。 リオープンしててからものすすごく使ってますね、はい、いつもよりもすごいペースで使ってるんですが実は去年ぐらいからですねずっと横ばって、うん、なかなか3.7兆ドルから上に上がってこないんですよ、ね。でその一方でリボ払いの方は、はい、こちらは単位が違います1兆ドルから今1兆3000億ドルぐらいになってるんですけどもこれもまた同じようにそれまでのトレンドを引いて。 トレンドから一回まあコロナで外に出れなくなるとガクッと落ちて、まあ、この分余剰貯蓄が増えるんですけどもこれがぐん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 こう上がっていってで先ほど見た通り通常払いはおそらく限度いっぱいになったんじゃないかと思うんですけど限度を超える分はリボ払いにこうずっと増えていってるというこういう絵なんですよ。お支払いは先にに <laughs> に後後とあのこの間も2週間間も週週前前かかな3週間前にやったバイイナウ、うん、ペイレーターとかは おそらくマイナウペイレーターの残高っていうのは統計には載ってないんですけどが、はい、大体、クレジットと同じような形になっていると思うんですが、えー、どうでしょう、消費いっぱいいっぱいまでやっちゃって簡単にはもう増えなくなって下ってたんじゃないかなっていう、うんえー、先ほどの余剰貯蓄と、えー、それとクレジットカード残高、うん、さらには、延滞率の上昇クレジットカード金利の上昇景気は46が厳しくなるんじゃないかなと私は思いますが。 いやあの私も結構近い考え方をしていて、うん、でまさに先ほど岡崎さんがおっしゃったその消費行動はすぐには変えられないそれてまさにその経済学的に言うとラチェット効果ということなんですけどもうそういうのがある中でも、まあ、こういったデータを見せられるとやっぱりまあこれまで、ね、ちょっと予想以上に強かったアメリカ経済も。うん さすがにちょっと根底的に局面が変わってくる可能性はあるかなという、うん、となるとやっぱりより一層、ISM の非製造業が50割というところの, <laughs>、うん、その裏付けというか、はいうん、それはあるんじゃないかなというただ、難しいのはです、ね、エコノミストとして聞きたいんですけども、はい、アメリカ経済の場合ですよ、はい、アメリカ経済の場合景気が悪くなるときていうのは大概過剰に投資をしたりして、はい、企業サイドがうまくいかなくなって。はいうん えー、とにかく例えば、まあえーえーえー、不動産投資のケースもあるけど、うん、その前はあの IT 投資ってのがありましたけど、ね、企業サイドの方から崩れるのが大体ツールだったと思うんですけども、はいはい、今回個人の消費の方から消費が息切れしていくという,えっていうのは、はいはい、あんまり見たことがないな っていうう気もすすするんででけどもねそうですねそだからアメリカの,その過去のリセッションの局面を見てもやっぱり大きくリセッションするときって金融システム系のところがくぐることが多いんですけど、うん、まあ今回、今のところ、えー、まあそこまで大きなリスクはないということからすると、うん、初めてこう個人消費主導で、うん、え原則だから逆に言うとなんか大きな急激なリセッションはないのかなという感じはするんですけど。うん、ただその代わりと言ってはなんですけども、えー 鍵を握るのは先、はい、立つものお金ですから、はい、仕事を奪われるとつまり失業率が上がってくると、はい、これはスパイラルに下がっていくという絵になりますよね、はい、あまあ確かにそうですねで、うん、特にまあ今言われているのが先ほどもありましたけども移民が増えているということからすると、うん、まあそこは多分労働需給の逼迫を緩和していると思うんですけど。ああ まあそれがあの、ね、より労働需給が緩和するとなると、うん、むしろ失業率を結構上げるようにもなりますから、うんうん、ってことから考えるとそうです、ね、だから場合によっては結構なあ一気にあの雇用関係のデータが、うん、悪くなる可能性もないにしもある理屈はさっきの ISM がそうですけど、はい、経営者が、えー、ふあの不安に思うと、えー、心配になってくる、うん、で人を取らなくなる減らすで失業率が増える、うん。失業率が増えると労働者の 給料がなくなる、減ってくる、はい、給料がやったくなってくるんだけども、クレジットカードの期限は来る、うん、でやっぱりあの抑制しなきゃいけない、ある人は、ね、そこで、えー、延滞になっちゃう、で金利が発生するで、またこの悪循環という、これを断ち切るためには、ひとまずやっぱり金利下げないか方法ないなっていうふうに思うんですけどね。おっっっしゃる通りだとりりり思いますね、うん、でややぱぱ足元の中国なんか見てみてみもやっぱり 特に消費マインドの変化ってっ相当多分影響が大きい、はいうん、でかつアメリカって GDP に占める個人消費の上とかもが4分の3近くあるので、えー、やっぱり消費がちょっと減速するだけで結構、マクロのインパクト大きいので、えー、まあ結構そうですねそういった意味でやっっぱりとなんかちょっと変化の兆しの可能性が出てきたかなとといいうところは言えると思います,す、はいまあ、続きはまた1か月後になりますが、はい、最後にです、ねはい、先ほど長本さんの方からラチェット効果というか、まあ 消費の構造っていうかう大体いつもこんなもんだっていう生活習慣病じゃないですけど生活習慣消費みたいなのがあ,るとあってなかなかそう簡単に日本の消費が増えないアメリカの消費がなかなか落ちないっていうのがあるんですがこれ調べてですね意外意外って意外じゃない意外でもないんだけどものすごく気になったデータを一つ見つけ作ったんですよねそれがこちら私の方からのレポート今日これ最後なんですけどこれ何かというとですね日本とアメリカと消費の,そのコロナ以前の プレ,パンデプレパンデミックってやつですねこれを調べ直してみたんですよどういう調べ方をしたかというと日米の実質 GDP の中のそれぞれの個人消費です、はいでその2019年の第4四半期コロナの前の2019年の10・12月期を100としています。はい 10 12月期を100としてその後消費がどう落ちてきたか、うん、アメリカの場合も日本の場合も1回ガグッと落ちますね、うん、でその後回復していきますアメリカはこんなふうに確実に回復していって、はい、でさっきのまあ余剰貯蓄などもあってですね順調にこういうスピードで上がってるんですね、えー、ところが日本の方は見てもらうと回復するんですがこの100を超えないんですよなか、ね まあ大体同じような状況に戻ったということですね。全然成長してないんですよ、うん、結局。で、<laughs> はい、むしろここ低下してるんですよ。はい、これはまあ物価のせいもあると思います。うん、で、同じようにパンデミックという被害を受けながら、まあもちろん死者の数などは全然違うんですよね。はい、で、そうなると、同じようにまあ日本も少ないながらも現金給付を与えたんですよね。と、うん、いうことは、やっぱり我々が一般的に経済学と言ってるものありますけども、うんうん、これって国によって、はい。 経済学っていうのは違うのかなっていう気がするんですよ。はい、いやあのおっしゃる通りだと思いますね。うん、で特に日本の場合ってやっぱり一言で言うとまあデフレマインドが日本人定着しちゃってますから、うんうん、多分普通の国であればその特にねロシアのウクライナ侵攻のものすごい物価が上がった時ってこ,こ,ですよ、ね、こういう感じだったんですよね。えー、はい、うん、あのやっぱもっと高くなる前に先に買おうっていうマインドが少なからず出るところを、うん、まあやっぱり日本人はデフレマインドで節約しちゃうと。 でさらにあの細かい話をすると実は足元の日本の消費が落ちているのはまさに先ほどお話しした通り、うん、あり物価の上昇が賃金の上昇を上回っちゃっているというところがあるんですけどアメリカについては実はあの最近は実に明確にプラスになっているので<ー>インフレが減速する一方で賃金高いのでそこでその加速しているという実賃金の差の部分も結構あるのかなという気はします。うんうんうん だから一旦この染みついてしまった日本人の生活様式を変えるのはこれは容易じゃないと、うん、でも容易じゃないことに挑戦している日本銀行だと、はい、温かく見守ってあげようじゃないかというふうに思うし <laughs>、はい、あんまり拙速な利上げとかやるわけじゃないなというのもこの絵からも見えるそれぐらい、えー、この実はコロナというのは社会的に見ると、まあ、悲劇なのであの面白がっちゃいけないんだけど ものすごく大きな実験と言いますかね、はい、ものすごく大きな以前ということで、こんなにも差が出るという、それぐらいの出来事だったと、うん、でこれを受けての経済の循環の中に、やっぱりわれわれはまだいるんだなというふうに思った、このサンフランシスコ連銀のレポーートでであります、はい、今週の注目ニュースでしたでは最後に番組からプレゼントのお知らせです。 ブルックフィールドオークツリー、ウェルスソリューションズよりインフラをモチーフとしたレゴ、風力発電、LNG タンカー、通信等この中の一点を三名様にまた下敷きタイプのカレンダー付きノートを十名様にプレゼントします番組ホームページの応募フォームよりご応募ください当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますふるってご応募くださいえそしてもう一つお知らせです BS1212 では各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、投資を始める準備をしている人、また投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は5月の25日土曜日です。 そして週間のマーケットラップして投資の情報をお届けしていますこちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定ですどうぞ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまたテレビ YouTube でお会いしましょうさようなら